約束だから一人で行く。俺山で仕事してるんだけど、今までで一番ゾワッとした話でさ。何年か前、大阪と奈良の境にある山で干ばつの仕事をしてたんだ。ろくに手入れしてない山だったから、木にツルとか巻きついていて、それを手のこでばらしたりして大変な現場だったんだけど、ある場所でチェーンソーを使ってたら人の声みたいなのが聞こえた。でもチェーンソーを使ってる時って結構そういうのがあって、あれは音の周波数の関係だって言ってたっけ。それはともかく、その時はなんか気配なものも感じて後ろを見たんだけど、別に何もなかった。だけどそういう気配というか違和感みたいなのは、その日の作業中ずっと背中に張り付いていた。仕事終わって道端で着替えしていたら、一緒に働いているじいさんが話しかけてきた。今日結構チェーンソーを止めてたけど、調子悪いのか？いや、なんとなく後ろが気になってさ。気配っていうかさ、なんか変な感じ。いや、俺もなんとなく誰かに見られてるような感じがしてたんだけどな。なんだ、じいさんもかよ。あそこ何かあるのかなとか思ったけど、その後は別に何事もなくて、山を降りて宿に帰って、普通に飯食って寝た。で、翌日、別の現場の仕事を終えて、車で山を下っている途中、道端に車が何台も止まっているのが見えた。パトカーも混じってて、何だろうと思ってスピード緩めたら、止められて職務質問された。何でも、俺らが昨日働いていた現場近くで、女の死体が発見されたとのこと。昨日のことはその時点まで忘れてたんだけど、警察から話を聞いて思い出して、まずゾワッとした。警察からなんやかんや聞かされた上で、宿の連絡先を教えて俺らは返された。後でニュースを見たら、大阪のおっさんが九州で殺した学生をその山に埋めたってことになってた。その後、地元に戻ってから、新聞にこの事件のことが載ってたんで読んだんだ。おっさんは九州で女を殺した後、死体をバッグに詰め込んで、大阪まで新幹線に乗って移動して、レンタカーで山へ向かい、そこで死体を埋めたらしい。この記事を読んで、またゾワッとした。死体が見つかる2週間くらい前、俺らがあの山で仕事し始めた頃のこと。山の奥に入る林道の入り口にある、一般車が入らないようにするゲートの前に車が止まっていて、横におっさんがぼんやり立っていた。車が通るのに邪魔だったんで、助手席のじいさんが降りておっさんと話をして、相手の車を脇に寄せさせた。その際、かなり長い間喋ってたんで、戻ってきたじいさんに、何話してたの？と尋ねた。おっさんがさ、車で入れないかって聞くから、ここから奥は仕事する人以外は通っちゃダメなんだって言ったらさ、大事なものを運ばないといけないから、ここへ車を止めて歩いていくって言うんだよ。乗せてってやろうかって聞いたんだけど、約束だから一人で行くってさ。こんなとこで誰に会うのかね。ゲートを閉めて鍵をかけたじいさんを乗せて車を発進させた後、なんとなく気になってバックミラーを覗くと、ゲートの向こうでおっさんがトランクから何かでっかい荷物を取り出しているのが見えた。あんなでかい荷物担いで大丈夫かななんて思ったんだけど、そこでカーブを曲がったんで見えなくなった。あったことはこれで全部。あのおっさんが何を担いでいたのかはわからない。奥で誰かと待ち合わせをしていたハイカーだったのかもしれない。
ただ、約束だから一人で行くっていう言葉が、後になって妙に怖かったんだ。木の下で聞いた声。10年ほど前になるが、一人で山登りして下山する途中、突然の雨に足止めされて、でかい木の下で雨宿りをしていた。ふと食べ残しのおにぎりを食べながら、ぼーっとしていた俺のすぐ近くで、人の声が聞こえた。見回したが、誰もいない。気のせいかとも思ったが、雨音に混じって、左、と聞こえる。薄気味悪いので無視していると、雨が小降りになってきた。逃げるように木の下から離れたが、去り際に自分のいた左側をちらりと確認した。けどそこには特に何もなかった。登山口に着いた頃には気のせいだったと思い始めていた。妙に腹が減ったので近くの飲食店に直行した。客は俺以外におらず、時間的にも店が閉まるギリギリくらいだったと思う。天丼大盛りと蕎麦を注文したが、店員の様子が少しおかしい。閉店前に突然来て間が悪かったかなと思っていると、厨房から男性が二人出てきた。料理は持っておらず、年配の男性の方が開口一番言った。あんた、何してきた？何のこと？という顔をしている俺に、もう一人の中年男性の方が尋ねる。山で何か変なことはなかったか？俺は木の下で聞いた声のことを最初に思い出した。そのことを話すと、二人は納得した様子で厨房に戻っていった。しばらくして、注文の料理の他に、山菜の定食みたいなものが運ばれてくる。不思議に思ったが、ペロリと完食した自分にも驚いた。食事を終えた頃、よぼよぼのばあさんが来店した。客かと思っていたが、再び厨房から年配の男性が来て、俺の方にばあさんを誘導した。何事かと思っていると、ばあさんは俺に向かって何やら祈祷をして、最後に背中を思いっきり叩いて店を出て行った。ものすごい衝撃だったが、その割に痛みは感じなかったのを覚えている。ただ満腹感もあってか、しばらくは動けず、声も出なかった。当然ながら、ばあさんを店先で見送った年配の男性に、一連の出来事について尋ねた。どうやら、俺には何かがついており、それがパッと見て分かったらしい。正体は分からないが、それは強い飢餓感を持っているのだという。かなり昔からこの山に存在しており、ばあさんはそれ専門の祈祷師みたいな役だった。取り憑かれた奴の大半は、山の中のお堂で何かしら悪さをした結果らしく、俺のようなケースは結構珍しいものなんだとか。左って聞こえたのは、左方向のことではなくて、ひだるいという方言だった。ひもじい、腹が減ったという意味。食事代は無料だった。本来なら注文分だけで2000円くらいだったのでラッキーだった。それから約半年後、俺は再度同じ山に登った。教えられたお堂の場所に食べ物を備えて、軽くお祈りして下山した。別に勧められたわけではなかったが、なぜかそういう気分になっていった。登山口の同じ店へ食事に行くと、向こうも覚えていたらしく、俺がお供えをしてきたと言ったら、食事を少しサービスしてくれた。それ以降、半年から一年くらいの周期で変なものを見るようになり、それを機に登山に行くのが習慣になってしまった。
駆け降りる音。父から聞いた話。その日父がテントを張ったのは、石がゴロゴロしている急斜面を下ったところにある水場の近く。眠っているとガラガラと斜面を駆け降りる音が聞こえてくる。こんな時間に降りてくるとは大変なこったと思い、うとうとしていたが、音はなかなか止まない。ああ、結構な人数がいるんだなぁと思いながら、懐中電灯を持って外に出た。外に出ると、他のテントからも顔を覗かせている人がいた。その人と一緒に懐中電灯で合図を送る。気をつけろよ、こっちだ、と声をかける。男たちは岩場をガラガラと音を立てながら下ってくる。どうも学生のように見えたそうだ。立派な装備を持っている。しばらくして全員が降りてきた。登山部の学生たちだったそうだ。学生たちは、助かりました。ありがとうございます。と口々に言うと、水場に向かった。リーダー格らしき男に、今からテント張るの。手伝おうか。と声をかけると、男は、大丈夫です。本当にありがとうございました。と微笑み、同じように水場へ向かっていった。父はしばらくその姿を眺めていたが、明日も早いことを思い出した。一緒に学生たちを誘導した男性に声をかけ、テントに戻った。朝目覚めてテントを出ると、学生たちの姿がない。もう出発したのか、元気だな、と思いつつタバコを吸っていると、同じ場所でテントを張っていた初老の男性が声をかけてきた。あなた、昨日の夜、学生さんたちに会いましたかね？え？ああ、はい。夜中に崖を降りる音が聞こえたので。若い奴は無茶をしますね。もう出発したようですが。そう答えると、男性は、そうですか、と言って渋い顔をした。父は意味がわからず不思議な顔をしていたが、しばらくすると、昨日一緒に学生を誘導した男性がテントから出てきた。おはようございます、と声をかけると、男性は憔悴した顔をしている。どうかしましたか？あの学生たちはもう出発したようですよ、と言うと、男性は、昨日あなたがテントに戻った後、と話し始めた。男性は父がテントに戻った後も、なんとなく学生の姿を眺めていた。学生たちは喉が渇いていたのか、みんなで水場で水を飲んでいた。しばらくすると学生たちは満足したのか、水場を離れた。そしてそのまま、スーッと崖の方に向かって行ったのだそうだ。男性は、おい、もう遅いんだから、今日はここで休んだ方がいいぞ、と声をかけたが、学生たちは微笑みながら、ありがとうございました。やっと水が飲めた。満足です。と言って、そのまま行ってしまった。学生たちは崖を登っていく。なのに、何の音もしない。そこで男性は、この学生たちはもう生きていないんだ、と気がついたそうだ。ずっと水が飲みたくて、そしてさまよっていたんだ、と思うと急に恐ろしくなって。急いでテントに戻って朝まで震えていたという。父がそんなバカなと思ったが、何か言う前に初老の男性が先に言葉を発した。ありがとうございました。あいつらやっと成仏できました。初老の男性は手を合わせて涙を流した。詳しく話を聞くと、初老の男性は、あの学生たちの中の一人の父親で、学生たちは数年前にこの山で遭難して亡くなってしまったんだそうだ。それからというもの、事故が起こった日が近づくと、初老の男性はこの山に登るようになった。いつもこの場所にテントを張るが、真夜中になると崖を駆け降りる音が聞こえていたそうだ。男性はその音が聞こえると、いつも念仏を唱え、成仏を願っていたという。
そうか。あいつら水が飲みたかったんですね。私は気がつくことができず、ただただ念仏を唱えるだけで。そう言うと、初老の男性は涙を流し続けた。その後も初老の男性は何度かその場に向かい、タバコとお酒を備えたそうだが、もう二度と真夜中に崖を駆け下りる音は聞こえなかったという。